黒田朝政黒田朝政昭和14年8月14日は日本の政治家で家族。郷は桜谷。父は筑前福岡藩の最後の藩主、黒田長近。母は即室、住田氏。妻は公爵、島津忠義の娘清子。公子は着男、黒田朝礼。黒田家17代目の当主である。以下は11位、君党勲章は 君一等局日等化大受賞。筑前国出身。1867年6月7日、第12代福岡藩主、黒田長近の長男として生まれた。陽名は、幸い千代。1878年12月28日、父、長近の隠居により、12歳で、黒岳家徳を相続した。明治維新後、苦行。 大名はすべて東京で生活するよう命じられており、朝廷も東京赤坂の黒田本邸に移り住んだ。1878年に、慶応義塾へ入学。慶応義塾夜間法律家教授、金子健太郎の助言により1880年に、慶応義塾を中退し、英国ケンブリッジ大学への留学準備を始める。1884年に公爵を授けられる。 1885年、学友、添田十一を従えて、ケンブリッジ大学キングスカレッジに入学し、1887年12月学士号を取得し、卒業した。1889年、区内省の指揮部官に任じられるが、翌1890年に異、異岸面官。1892年4月には、満25歳に達したために、貴族院議員となり、 かつての福岡藩の藩校で旧正中学として再校された周遊館の第三大館長となる。1894年から1924年までの約30年間、貴族院副議長を務めた。1905年、添島種尾み死去の後を続けて、東方教会の会頭となった。1908年12月11日、邪交館施行官司校となる。 1924年に、数密古問館、議定館に任じられ、以後修正その館にあった。1939年に皇居。去年73。墓所は、東京都港区南青山の青山霊園。毎年、8月14日の明日には、小田原市にある旧黒岳別邸性官邸にて、朝鮮公爵を忍ぶ桜谷記が催されている。万年副議長と呼ばれるほど、 貴族院副議長を30年の長きにわたり務めた。ゆえに幅広い交友関係があり、旧福岡藩市出身の政治家の金子健太郎、赤嶋本次郎、栗野真一郎など、家族出身の政治家、八塚持明徳川栄里、この絵集まろ、西園寺金持、浅野長岳、有栖川の宮武人親郎など、歴史家の藤井仁太郎、 監視陣の中島理一郎、歌人の上松友行、元慶王義塾,塾塾長の鎌田栄吉ら多くの人物と交流があり、また、監視や書を好み自作の短歌や書を数多く残した。代表著書に、桜谷衆、淵の玉本王がある。朝生は、明治天皇、大正天皇の信頼厚く、黒岳伝来の名宝塔の、菊一文字を1902年の大日本帝国陸軍、 福岡佐賀演習行刑の折、明治天皇に献上し、現在は巨物として保管されている。近年、その黒だけで作られた元のこしらえと推定されるものが発見されている。豊臣秀吉を検証する報告会や菅原道真を検証する観光会などの会長も務めた。特に先祖とゆかりの深い豊臣秀吉を敬愛しており、京都にある報告神社。 阿弥陀が、峰の報告病の復興に力を注いだ。近年、京都市東山区にある、秀吉聖室、小根書園の高台寺にて、豊か太鼓を三百年祭の際に仕たためたと思われる、朝政時期室の秀吉ゆかりの和歌を模写した書簡が、蔵から発見された。観光会会長としては、太財府天満宮への剣埋め、干賞校を表し、観光衝特段などに多数寄稿している。 会を通じて、大隈重信のブラとも交流があった。書が大変得意であったため、黒田家の菩提寺、福岡市の総福寺や日本三住吉の住吉神社、水鏡、天馬宮など、日本各地の数多くの神社仏閣にも寄号している。東京都港区赤坂の黒田本邸のほか、福岡市中央区浜の町、小田原市、沼津市、大磯などに多くの別邸を構えていた。 また、黒岳は専用の鴨場をいくつか持っており、現在の羽田空港の敷地は、元黒岳の羽田鴨場であった。妻は、島津清子息子は、日本蝶学の父と呼ばれた黒田朝礼公爵。孫は山品鳥類研究所所長黒田長球。共に、鳥類学者であり日本蝶学の基礎研究に、多大な貢献をしている。長女、幸子は、 海軍中将長見猫片婦人、次女、良子は、死者高倉英吉夫人、ありがとうございます。